小6の時、クラスの一部の女子が1000円でおっぱい触らせてるとかって噂が流れた。そのことを仲の良かった女子にふと話してみたら、あんたも触りたいの？だったら1000円持って放課後家に来て、と反応が返ってきた。正直そいつのことを好きだったんでショックを受けたんだが、それ以上におっぱいの誘惑に負けて小遣い握りしめてそいつの家に走った。で、服の上から人生初めてのおっぱいタッチ。まあそこら辺の詳細は省くが、終わった後冷静になってふと聞いてみた。他のやつにも金払ったら触らせるんだよな、と。そしたらあっさり、うん、と言いやがった。そっかとか言いつつ大ショックを受けてたらさ。けどぼそっと、他の男子は1億円なんだけどね。だってさ、結婚した今もおっぱい触ろうとしたら1000円要求される。